安倍中丸は、日本の神学者。東京都出身のカトリックの神父。神学博士。日本カトリック神学会理事。日本宣教学会常任理事。上智大学大学院神学研究科。日本カトリック神学院。ビリ林大学などの兼任講師を務める。国際日本文化研究センター客員研究員、 公共哲学教徒フォーラムコメンテーター。サレジオ会士である。1968年、東京都出身。1982年、カトリックの洗礼を受ける。1990年に、サレジオ会に入会。1997年、司祭に除会される。専門は、基礎神学、哲学的解釈学。 教義進学、組織進学、恐怖思想、美学、西洋古典学。トミズムとフランチェスカニズムの進学的長所を総合し、カッパドキア学派進学の思想とも調和させつつ、日本文化の美的繊細さ、感受性の豊かさの資座を加味した善逸的な進学の構築を目指している。上智大学文学部哲学科卒業。 同大学進学部進学科卒業。ローマ教皇調律、グレゴリアン大学大学院進学部基礎、進学専攻学科修士課程修了。上智大学大学院進学研究科博士後期、課程組織進学専攻修了。ありがとうございます。